こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、夏の40代向けのトップスは、この3つだけ揃えればいいというテーマで、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、夏のトップス選びはですね、結構皆さんが悩まれるところかなと思っています。というのもですね、夏というのは、 結構ですね、単品の組み合わせになるわけですね。秋風のように重ね着ができないので、トップスだったらそのトップス1枚で完結してしまうような着こなしも多いですし、もしくはですね、T シャツの上にシャツぐらいの2枚で構成されるような着こなしが多いので、なかなかですね、トップス選びって慎重になりますし、難しいのかなというふうに思っています。ですので、今回の動画では40代以降の男性がトップスを選ぶ際に、この3つを軸として持っておけば、まず間違い がないだろうなというものを僕の方でセレクトしてみましたのでぜひですね今回の動画を参考しながら今後の買い物ですとかコーディネートに生かしていただければなというふうに思っています ちなみにですね、まあ、今回はトップスをメインにお伝えしたいなと思ってますので、ボトムスはですね、こちらで固定をしたいなというふうに思っています。今僕が履いているのはグレー系のデニムなんですけども、やはり40代以上の男性は結構ですね、デニムを履くことが多いかなと思うので、ここのボトムスはですね、一つのベースとして、デニムというところは変えずに、トップスだけを変化させながら見え方を大きく変えてみたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者以降のですね、アイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、早速一つ目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、一つ目は T シャツですね。 まあ、T シャツといえば夏の定番的なトップスなんですがまあ、30代の頃に選ぶべき T シャツと40代以降の場合はですねちょっと選び方の基準が変わってくるかなと思っています今僕が着ている T シャツというのはですね結構ですね生地の感じとしては厚みがあるんですね、まあ、これはですねビッグワッフルロンティーと呼ばれるようなものでワッフル時のものなんですけども見え方としてはですねもうちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが割とざっくりとした表面の質感になってちょっとニットっぽく見える かなと思っていますもう一つ持ってきたのはこちらですね。こちらの方はですね、まさしくニット T シャツになるので、まあ本当に表面の感じとしてはざっくりめで、ニットの大人っぽい上品さが楽しめるかなと思うんですが、まあこの二つ結構ですね、遠目で見ると似たような感覚かなというふうに思っています。まあ40代以降の大人の男性が選ぶのであれば、さらりとしたですね、薄手の T シャツだと結構ですね、体のラインとかを拾いやすくて、 ポッコリと出たですね、お腹とかがそのまま出てしまうことも少なくないので、このように肉厚でちょっとですね、ニットのように見えるようなもの、こういったものを持っておくと、すごくバランスがいいかなと思っています。まあ T シャツというアイテムというのはですね、かなりカジュアルに見えるので、なかなか40代以降だと似合いづらかったですので、ちょっとですね、上品に見せたいだとか、厚手のものを選んでみるというところが一つのコツになるかなと思っています。あとはシルエットに関してもすごく重要なんですけども、こちらサイズ感としてはですね、 ややゆったりではあるんですが決してビッグシルエットではないかなと思ってるんですね僕が30代向けの T シャツとしてよく名前を出すのがユニクロ U のエアリズムなんですがあちらのシルエットというのはやっぱりゆったりめで袖がやっぱり違うんですよねもっと長めなんですねまあそういったものも悪くはないんですけどもどうしても40代以降の方だとタイトフィットに慣れ親しんでいるのでこの袖の長さがですねだらしなく感じる方が周囲にもたくさんいらっしゃるかなと思うのでできればですね そこまでゆったりしすぎないバランスが大切かなと思っています。 かといって、あまりにもですね、タイトすぎるのもあまりバランスが良くないので、裾幅としては少しゆとりがありながらも、そこまで長すぎないですね、程よいゆったりさ加減、これぐらいですね、ここを意識してもらうと、体のラインも拾わないですし、適度に大人っぽさが漂うかなと思うので、これぐらいのサイズ感の、ちょっと厚手の T シャツ、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。今僕が着ているのは、グローバルワークのビッグワッフル T シャツなんですけども、こちらでもいいかなと思いますし、こっちの方はですね、 タローのオリジナルのニット t シャツになるんですがまあ、こういったものがですねグローバルワークだとか各種セレクトショップで置いてありますので気になる方はぜひですねチェックをしていただければなというふうに思っていますちなみにこういったニット t シャツにもですねジーンズ系は似合いますのでぜひ合わせていただきたいんですが足元はですねサンダルまでいってしまうとちょっとカジュアルかなと思うのでブラックのレザースニーカーですとかあとはホワイト系のレザースニーカーのようにスニーカーの中でもちょっと綺麗めというところを意識してもらうと全身のですね ると綺れめのバランスが取りやすいかなと思うのでそのあたりもぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のアイテムをご紹介したいなと思ってるんですが、2つ目はですね、こちら、ポロシャツですね。結構ですね、このようなポロシャツというのは40代以降の男性にはかなり支持されているアイテムかなと思うんですが、なかなかですね、コーディネートが難しいというか、失敗するパターンも少なくないかなと思うんですね。というのも、ポロシャツというのはですね、どこかおじさん臭いイメージというのがあったやつので、これをですね、若々しく着こなすというのはなかなか難しいかなと思うので、いくつかポイントを押さえておく必要が あるかなと思ってるんですが、まずはポロシャツを選ぶときに、なるべくですね、柄みたいなものはない方がいいかなと思っています。例えば、ワンポイントのロゴが入ってるものも、できればない方がいいかなと思いますし、襟元にですね、ちょっとラインが入っていたりだとか、あとは色選びも大切で、結構ですね、ホワイトだとか、グレーだとか、あとはビビットな色だとかを着てる方も少なくないかなと思うんですが、そういったものを着てしまうと、すごくおじさんっぽく見えてしまうので、もしポロシャツを着るのであれば、 僕は潔くですね、今着てるようなブラックですとか、ネイビーですとか、あとはグレーでもダークグレーですとか、かなり濃い色を選んだ方が、僕はシャープでまとまりがいいのかなというふうに思っています。今僕が着ているものはですね、昨年ナノユニバースで購入したニット系のポロシャツなんですけども、このようなブラックのもので、なおかつですね、素材感はニットのような少し綺麗めなものだとバランスが取りやすいかなと思っています。あと生地感ですね、これもあまり薄すぎて、 体型を拾ってしまうことがないようにですね、ちょっと肉厚の方が僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。第一ボタンを開けてですね、軽快に着てもらうのもいいかなと思いますし、あとはですね、第一ボタンまで締めてしまって、結構このように小綺麗に着るというスタイルも最近はですね、ちょっとトレンドになっているので、このような着こなしも頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。 あとはサイズ感なんですが、これもですね、ビタビタに細いというのもちょっと古い感じがするので、ややゆったりでいいかなと思ってまして、僕は通常ですね、164センチ53キロなので、S サイズを選ぶことが多いんですが、あえてですね、これは M サイズを選んでいます。そうすることで、適度にゆとりが出ますよね。まあ腕回りにもちょっとゆとりが出ますし、身幅もですね、決してこうビッグシュエットのポロシャツではないので、ちょっとゆとりが出ます。着丈に関しても少し長めになるんですが、あまりビタビタ にしないぐらいの方が今のトレンド感には合ってるかなと思いますかといってビッグシルエットにしすぎるのも問題かなと思うので適度なゆとりというところを気にしながらですねぜひサイズ選びを注意していただければなと思っていますで、このようなポロシャツというのは結構綺麗めに見えるんですよね襟がある分ですね大人っぽく綺麗めな方向に見えるので今履いているようなデニム系とも相性がいいかなと思うのでぜひこのようなですねモノトーン系のポロシャツコーデもですね皆さんには楽しんでいただければなと思っています 今、グレー系のデニムを履いていますが、もちろんブルー系でも構いません。まあ、ブルー系の中でもですね、色落ちがあまりしてないようなリジット系のデニムなんかでもですね、相性がいいかなと思うので、なるべくですね、色合いとしては全体的にはですね、シャキッとした暗めのトーンで仕上げた方が、ポロシャツは綺麗にまとまりやすいかなと思うので、ぜひこのあたりを注意しながら、ポロシャツも買い揃えていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目のアイテムなんですが、今僕が着ているようなオープンカラーシャツですね。 これもですね、定番的なトップスで、40代以降の男性にも似合いやすいアイテムかなというふうに思っています。まあ、シャツ系のアイテムというのは、やっぱりですね、襟がある分綺麗に見えやすいかなと思うんですが、まあ、以前であればですね、定番的な大人向けのシャツといえば、リネンのシャツみたいなものが代表的だったんですね。ちょっと画像を見ていただきたいなと思うんですが、こういった長袖のリネンシャツを腕まくりしながら着るというのも、未だにですね、定番的で間違いがないかなと思うんですが、最近はですね、そこ ここまで多くのお店では見かけなくなっていまして割とシャツ系の中ではこういったオープンカラーシャツの方がベーシックで使いやすいアイテムになってるかなと思っていますまあ半袖ではあるんですが襟がある分ですね綺麗めに見えやすいのでまあこういったシャツをですね大人の男性もぜひ1枚持っておいていただけると良いかなと思っていますまあカラーのバリエーションは様々なものがあってネイビーですとかブラックがすごく定番的でいいかなと思うんですねまあちょっと持ってきているんですけどもこういったグローバルワークで買ったもので先日ご ご紹介させていただいたただものこういったものでもいいかなと思いますし、今僕が着ているようなグリーンレベルの今季のですね、ダークグリーン系の色合いというのもですね、ちょっと上品に見えるので、すごく見栄えとしてはいいかなというふうに思っています。まあ、ちょっと差し色的なものを選ぶのか、ベーシックなカラーで引き締めるのか、このあたりは個人の趣味で選んでもらうのもいいかなと思うんですが、ぜひですね、オープンカラーシャツ1枚あるとすごく便利かなと思うので、まあ、しっかりとしたものを選んでいただければなというふうに思っています。 で、大切なのはサイズ感なんですが、まあ、このサイズ感もですね、適度にゆとりがあるぐらいがいいかなと思うんですが、あまりビッグシュレットにする必要はないかなと思うんですね。まあ、先ほどもお伝えしましたが、僕は通常 S サイズを選ぶことが多いんですけども、こちら今期のグリーンレベルのオープンカラーシャツ、S サイズですね。 これでもですね、ジャストサイズよりは少し緩さがあるんですが、まあ、これぐらいのサイズバランスが、まあ、使い勝手がいいのかなと思っています。まあ、ビタビタに細くしなければいいので、ぜひですね、この辺りのサイズ感も一つの参考にしながら、オープンカラーシャツを選んでいただきたいなと思っています。まあ、このようなシャツに対して、まあ、先ほどから履いているデニム系もですね、ちょっと綺麗めなシャツではあるので、こういったデニムのカジュアルさとバランスがよく収まるかなと思うので、ぜひですね、皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。 まあこの着こなしは定番的なんですが、あとは足元を変えるだけでもだいぶ変化がつけられるので、今は白レザースニーカーを履いてますが、まあ、例えばですね、こういったリビエラのスリッポンですね、こういったものを合わせてあげると、まあ、より軽快な感じが伝わりやすいかなと思うので、まあ、同じコーディネートでもちょっと履くものを変えながらですね、調整してみていただけると着こなしの幅が広がりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。 はい。ということで、今回の動画では、40代の男性に向けて、夏のトップスを3種類ですね、ご紹介させていただきました。まあ、T シャツ系ですと、ちょっと厚めで、ピタピタしすぎないですね、ニット系のものがいいですよというお話を、まずはしました。そして2点目としましては、ポロシャツですね。これは色合いに関しては、ブラックですとかネイビーのような濃いもので、なるべくベーシックなものを合わせてくださいというお話でしたね。そして3点目に関しては、今着ているようなオープンカラーシャツ。このようなものを持っておくと便利かなというふうに思っています。 夏のトップスにも様々なバリエーションがありますが、この3パターンの中で、あとはカラーバリエーションを増やしていただければ、十分ですね、夏の着こなしは回すことができるかなと思っています。ちなみに僕は今、デニム系のものを履いていますが、まあ、40代以降の男性であれば、今僕が履いているようなデニム系か、もしくはスラックスっぽく見えるようなイージーパンツですね、この2つをどちらかを選べば、さらにですね、バリエーションが増やせるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、このようなトップスを揃えながら、夏の着こなしをお楽しみいただければ、 いこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれではまた次回の動画もお楽しみにおししゃれ初心者者かから中級者へステップアッププアませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山のメンンバーシップチャンネル